懐かしい。メロンアンリン。やや、皆さん久しぶりだな。マリオカートの時間だ。久しぶりだ。マリオカート8ってさっきタイトル画面出てました。久々に開いた。そしたらね、一番最初データないかもしれないって書いてあって、わかんないからいいやと思ってそのまま始めちゃった。何ここ、ベルリンシュトーラーセ、知らない。いや、久しぶりですね皆さん。3、2、1チョンですよね。どれ押すんだっけ。2、チョン、1、5。超久しぶりだわ。やばいやばいやばい。ちょ、久しぶりすぎてさ、喋りたいこともね、いっぱいあるんだ。ほんとさ、ね、当時の私の若かりし頃のね、マリオカートをね、久しぶりに見たんですよ。したらさ、何喋ってんのかわかんなくてさ、やっぱ大人になった今、喋ってることは確定させたいなと思って。で、しかもね、やっぱ大人になったわけだから、まあ、ゲームセンスも磨かれてるんじゃないかなって思うんですよね。そんな気がします。あ、これ、まあ、さ、免許持ってないからさ、まあ、でも免許でもマリオカートはできるんですよね。皆さん免許持ってますか？痛い！一発免停だろ、今の。ゴルゴサーティーン、ゴルゴサーティーン。ちょっとシンプルに今、やばい！シンプルに、マリオカート、楽しんでいるけど、喋りたいことあるのだけみんな心の中に。とどめといて。ちょっと今喋りたいことありながらこんな頑張ってマリオカートやってるんだなって、マリオカート今必死に頑張ってるなって。違反運転とかね、あんま危険な運転し続けるとやっぱ怒られる可能性高いからさ。おお、やや、やめてやめて、やだ、ごめんって抜かしたのはごめん。3位になれたのに。あ、次の弾持ってたわ。いや、でもいいんじゃないか。当時始めたマリオカートからしたら下から数えた方が早かったんだけど、最近は上から数えた方が早いみたい。これがやっぱ大人の力ってやつだね。動物の森来てくれるといいな。動物の森、前に動物の森やった時あれだからね、全然動物の森じゃないからこの話やめるわ。聞いてよみんな、最近さ、私ちょっと悲しいこと多くって、私のめちゃめちゃ行きつけだった馴染みのラーメン屋さんみたいなのがね、近所にあったの。大好きなラーメン屋さん、もうほとんど通ってて、おじいちゃんおばあちゃんがやってる、2人でやってるみたいなラーメン屋さんがあって、でそこ通ってて、でおじいちゃんおばあちゃんにもなんか覚えてもらったの。あ、今日も来たんだねみたいな感じで覚えてもらってたんだけど、そのラーメン屋さんがね、つい最近潰れちゃって、潰れたっていうかなんか移転したって言ってたんだけど、まあ、実際どうなのか分かんなくて、結局なんかまた別のとこでやるからね、その時はまたなんか張り紙とかしとくよって言われて、ありがとうございます、ずっと待ってますみたいな話をして、でそろそろ時間経ったからそのラーメン屋さんやってるだろうと思って、さすがに張り紙貼ってあるだろうなって思って、張り紙楽しみに待って見に行ったの。まあ、おじいちゃんおばあちゃんだからマジしゃあないと思うんだけどさ、それ書いてあったのがさ、営業新しいとこで再開したらネットに載せますって書いてあってさ、おじいちゃんおばあちゃんネット舐めてると思うんだよね。ネットの海ってめっちゃ広いんやと思って、ネットの海それからずっとさまよってるんだけどさ、まあ、おじいちゃんおばあちゃんどこにいるんだろうと思って、あのラーメン屋さんは。でそんな中、いっそのこと自分で作った方が早いんじゃないかと思って、その前にさスーパー行ったからさ、お惣菜とか買ったらすごい投げてくるじゃん。お惣菜コロッケ買ったんだけどさ、コロッケ美味しそうで食べちゃったの。いろいろ試行錯誤してさ、ラーメン作ったんだけどさ、こうでこうでみたいな、いろいろ考えてたらさ、コロッケ全部なくなっちゃって、全部食っちゃってさ、ラーメンできた頃にはお腹いっぱいだったんだよねっていうね、最近悲しい話。うわ、これお前でモーモーカントリーだ。モーモーカントリーでしょ。モーモーカントリーだ。モーモーカントリーマーム、モーモーカントリー。あ、そう、今カントリーマームで思い出したわ。今さ、カントリーマームのさ、アイス出てんの知ってた？あれめっちゃ美味しいからみんな食べてね。お尻につけるって教わったけど、なんかすごい気持ち悪くて話しちゃった。本当に辛い最近。なんかさ、楽しみにしてたけ私もいいんだけどさ、自分であげれるタイプのエビセンがあるっていうのを見つけたんよ。え、自分であげれるタイプのエビセン、あれなんかもう憧れやんと思って、憧れに一歩近づけたから、お酒飲む時にエビセン自分で作って食べようと思って、すごい楽しみにしてたの。そしたらさ、そのエビセンの袋さ、床に置いてるの私忘れちゃってて、昨日くらいにさ、ちょっと食べようかなーなんて、いたー、あ、なんだ、ちょっと食べようかなーなんて思ったら全部踏んじゃった。バキバキになってた。最近なんかそんな悲しいことが多かったです。はい、というわけで私の悲しいマリオカートでした。また会いましょう。さよなら、バイバイ。バイバイ、バイバイ、ありがとう、さよ。